今回は世界選抜と最弱チームを戦わせたら何点入るのかを検証。以前この企画にゴッド軍団が挑戦したところ、なんと最弱チームに23点を奪い、リスナーの心を完全に満たした。そんなゴッド軍団の記録を打ち破ってほしい、そう思った当チャンネルは、今回とある棒坂芸を使い、世界選抜を最弱チームと30分戦わせ、何ゴール決めるのかを検証。果たして世界選抜はゴッド軍団の記録を破れるのか。では今回の世界選抜のメンバーを紹介。ゴールキーパーにクルトは、ディフェンスは右からアーノルド、ファンダイク、ミリトン、テオ・エルナンデス。中盤アンカーはロドリ、インサイドハーフにデブライネとベリンガム、前線3トップはメッシ、ハーランド、エムバペという豪華3人衆。また試合時間は当然ながら30分にし、両チームのコンディションは絶好調に設定。早速注目の一戦を観戦することに。ゴッド軍団の記録を抜くためだけに集まった世界選抜。果たして彼らはこの試合でどれだけのゴールを決めるのか。すると開始1分、右からアーノルドが高精度クロスを上げると、最後はハーランドがジャンピングヘッドを決め、世界選抜が試合の先陣を切る先制弾。最弱相手にゴールを決めてもテンション上げ上げのハーランド。彼は相手のレベル関係なしに喜べる男なのだ。さらにその3分後、ベリンガムの縦パスを受けたハーランドが、相手の貧弱プレスをものともせずゴール。世界選抜がわずか4分間で2点をゲット。そして試合は6分、ハーランドがペナ内にフライパスを送り、最後はメッシが和製田中との勝負に勝ちゴール。世界選抜がこれ以上ないペースで3点目を追加。重要度が低い試合でもゴールパフォーマンスは忘れないメッシ。彼はどんな相手にもリスペクトを欠かさないのだ。だが試合は7分、世界選抜が和製田中のドリブルに翻弄され、みっともない場面を世界にさらす。それでも試合は11分、世界選抜がテンポ感ある連携を見せると、最後はハーランドがサクッと左足で決め、世界選抜が開始10分弱で早くも4点目。これでハーランドはハットトリックを達成。果たして彼はこの試合で何度ハットを達成するのだろうか。さらにその3分後、メッシが左サイドに大きくサイドチェンジ。ここからエムバペが相手をかわしクロス、最後はハーランドが空中を独占しゴール。世界選抜が大台の5点目をゲット。リプレイを見てもわかるように、和製田中はハーランドが相手だと競りたくても競れないのだ。しかしここから世界選抜の勢いがなくなり、5分以上ゴールを奪えない時間が生まれる。だが試合は20分、テオ・エルナンデスのクロスをハーランドがオフサイドラインギリギリで決め、世界選抜が開始20分で6点目。これには和製田中も味方に切れ散らかすが、今回は相手が悪いので切れてもしょうがないのだ。さらにその5分後、メッシがパスを出す素振りを見せずにスルーパス、最後はハーランドがこれを軽々と決め、メッシと怪物のホットラインで7点目を追加。失点後、和製 GK 田中が我慢の限界を迎えるが、この相手に起こるのは無駄なエネルギーを消費するだけなのだ。しかし試合は26分、一番和製田中がアノロドリをかわし、全能力最弱とは思えないドリブルを披露。これでチームに活力が芽生えた最弱軍団は、34分に本日初めて相手ペナ内に侵入。したものの試合は37分、和製 GK 田中のロングスローを世界選抜が拾うと、ここから一気にゴール前にロングパス、最後はメッシが逆足トラップからゴールを決め、世界選抜がショートカウンターから8点目。さらにその4分後にはハーランドが本日7点目を奪い、10点の大台が目前に迫る。というか、この2人が世界選抜にいるの怖すぎるだろ。さらにさらに前半ロスタイム、世界選抜がロドリのカットからロングカウンター、メッシのスルーパスにハーランドがトップスピードで抜け出すと、最後は和製田中を置き去りにしゴール。世界選抜が前半のうちに10点のリード。これに困惑した最弱軍団はこまめに修正会議をするも、彼らはこの後も失点することには変わりないのだ。そして衝撃の前半が終了。世界選抜が大量リードを奪い、最弱軍団のメンタルをズタボロに。前半のスタッツはこんな感じ。
世界選抜がシュート数で完全に圧倒するも、支配率は最弱軍団が上回り、現代サッカーにあるあるの流れに。だがエンド変わると、世界選抜の得点ペースが下降し、前半でどうやら燃え尽きてしまった模様。すると試合は51分、ミリトンが前に釣り出され、最弱軍団にクロスを許すと、最後は中では聖田中に合わせられるも、どうやら主審はアーノルドへのファウルを取った模様。いや、これのどこがファウルやねん。これでリズムが乱れた世界選抜は、勝ってるのに負けている気分になり、最弱軍団のペースにまんまと乗せられる。それでも試合は62分、ハーランドがサイドに流れ起点になると、最後はデブライネの折り返しをベリンガムが決め、ようやく世界選抜が後半最初の1点を奪う。約17分間も空白の時間を作ってしまった世界選抜。やはりゴッド軍団のメンタルは異常だったのだ。すると試合は64分、世界選抜が左からクロスを許すと、最後はアーノルドが和聖田中に競り負け、後半初シュートを与える。その後世界選抜は12点目を目指し、ストレス発散の猛攻を見せるも、またも10分以上ゴールから遠ざかり、20点の大台到達は非現実的に。だが試合は77分、アーノルドの高精度コーナーを、最後は大工が頭で叩きつけ、世界選抜が待ちに待った12点目ゲット。得点後大工は記録のことを完全に忘れ、最弱軍団をカメラ目線で煽る。さらにその1分後、ハーランドが手長いからゴラッソを決め、世界選抜の得点ペースが徐々に回復。これでハーランドはトリプルハットトリックを達成。なんか、この動画の趣旨がだんだん変わってきてないか。そんな中試合は80分、ベリンガムがシャレたフライパスを繰り出すと、最後はハーランドがこれを確実に決め、世界選抜がわずか4分間で3ゴールを稼ぐ。さらにその2分後には、ハーランドが本日11点目を決め、世界選抜が15点の大台に到達。これで20点も射程圏内に取られた世界選抜は、84分にハーランドが本日4度目のハットトリックを達成し、残り時間少ないところで16点目を追加。もはやハーランドが1試合で何点決めるかに趣旨が変わっているが、この男がこんなに決めるとは、我々は思ってもなかったのだ。そんな中試合は88分、世界選抜がカウンターのリスクを考慮していなかったのか、10番は聖田中がスロードリブルで、相手ゴールめがけて突進するも、背後から迫り来る相手にビビってしまい、痛恨のパスミス。すると試合は後半ロスタイム、エムバペのフライパスを和聖田中がカット、かと思いきや、これが奇跡的にメッシにつながり、最後はメッシがニアに落ち着いて決め、世界選抜がメッシのハットで17点目を追加。だが得点後、メッシは悠長に観客と喜び合い、完全に目標を見失った様子。すべてを手にした神に記録などどうでもいいのかもしれない。そして試合はタイムアップ。世界選抜が最弱軍団に17点差をつけ、完全勝利となった。だが、ゴッド軍団の記録を塗り替えることはできず、後半序盤に大失速してしまったのが、今回の結果につながったのだ。結局前後半のスタッツはご覧の通り、世界選抜が決定率 50% という驚異の数字を残し、ゴッド軍団に引けを取らないスタッツを記録した。気になる選手個々のスタッツでは、ハーランドが20本中12本のシュートを決め、怪物としての異名を欲しいがままに。さらにメッシは36歳という年齢でも、3ゴール3アシストを記録。一方エムバペは、この試合ノーゴールに終わり、ハーランドとの差を痛感することになった。ということで検証結果、ゴッド軍団はやはり別格、でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。